こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都東村山市武蔵野線新秋津駅にやってきました。タイミングが合わずカットをしました。この先が北朝霞方面ホーム先端になります。緑の橋桁が見えていまして、上を列車が通過中、西武池袋線になります。なんだか靴下が落ちています。それはさておき、こちらの新秋津駅、武蔵野線1路線が乗り入れています。ここから歩いて10分ぐらいの場所に秋津駅とありまして、先ほど見ることができた池袋線に乗り換えることができます。改札を出て左に約380m。 JR 線と直通する列車の設定がありませんので、路線図を見たところでつながっていません。こちら西国分寺方面ホーム先端にやってきますと、右にそれてく線路があります。この奥に JR 東日本八王子訓練センターが1、そしてこの状況では見えなくなっています。右にトンネルがありまして、西武鉄道と連絡をしています。まあ、ホームの方から一切様子の方分かりませんので、まずは改札を出ます。秋津神社や秋津公園の方に行ってみたいと思います。神社がありまして、この下が公園になっています。そして草が生い茂る中に線路が敷かれています。以前何度か触れたことがありますので、今回は簡単にしていきたいと思います。かつては貨物列車が運行されていました。しかし廃止されまして、使われることがなくなったこちらの線路、今回久しぶりに列車が通過するようです。一体何が来るのか、この後見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。だいぶ草木が生い茂っています。水場もありますので、蚊が大量発生、痒くなりそうな雰囲気です。レールの方を見てみますと、文字が書かれまして錆びています。だいぶ使われてないような感じがします。しかし今回ここを列車が通過、一体何がやってくるのか。蚊の量が想像を超えましたので一旦避難。ふらふらうろついてなければ寄ってたかってきます。まあ、貨物列車の運行がなくなりまして、最近使用される目的といえば、新しい車両がどこかの工場で製造されまして、 JR 貨物により公衆送、新秋津駅の構内で引き渡されまして、こちらの連絡線を開始。このトンネルを抜けてきまして、所沢方面に向かいます。そして小手差車両基地まで改装。その他には譲渡車両の搬入室で使用される場合もあります。今回は新車や譲渡車の改装というわけではありませんでした。先頭には牽引を担当します101系 263F、 後ろにも101系赤電カラーが連結されていました。この先新秋津駅構内の方に到着しているかと思いますので、行ってみたいと思います。電化されているものの、草木が生い茂った単線を抜ける8両編成、なんだか不思議な感じがしました。一番は何と言っても痒くなったことです。ということで構内を覗いてみますと、ここからは JR 貨物による鉄道車両公衆送になりますので、牽引を担当する国鉄型電気機関車、新鶴見機関区に所属する EF65 型2000番台を確認することができます。
もしかしたら後継にあたる EF210 型が担当するんではないかと思っていましたが、やってきますと2096号機国鉄型電気機関車です。すでに連結作業の方は終了している模様、すでに切り離されてしまっています。先ほど目の前を通過していったのはこちらの2編成になります。今回小手差車両基地の方で第4弾撮影会が行われています。その名も101系牽引車講習走撮影会、参加料金の方は忘れてしまいました。参加の方もしていませんので、どのような状態で行われたのか定かではありません。おそらく2編成連結した状態でうまく捉えることができたんではないでしょうか。ただ撮影会のためだけに連結するとは思えませんでした。そして題名にもあった講習走、赤電カラーの 1247F がこの後 JR 貨物により講習走されますということであれば、玉川線の車両交換、それに合わせた有料撮影会が開催されたということになります。おおむね3ヶ月に1回車両の交換が玉川線では行われています。以前の記憶をたどってきますと、6月15日から16日にかけて 1247F から 1253F に交換されています。今回約3ヶ月経っています。赤電同士の交換で大変紛らわしかった記憶が残っています。1253F は現在玉川線で運用されていまして、こちらの 1247F は戻ってきた編成、そして今回3ヶ月経ちましてまた玉川線の方に戻るようです。撮影会のパンフレットを見てみますと、もう一度後日行われるようです。その際はツートンカラーの 1245F と記載がありました。この赤電カラーが行った代わりにツートンカラーが戻ってきまして、有料撮影会になる模様です。経路については簡単にしときたいと思います。この後向かうのはこちら側、西国分寺方面になります。手前で国立一線に入りまして、中央線で八王子、配線の都合上もあるかもしれませんが、 263F が現在このような状態になっていますので進むことができません。そして機関車も反対側に連結をされています。この先の新秋津駅構内で機関車を前後に入れ替える機関車交換ができれば良いのですが、そのようなことはできません。北朝霞方面に進んできまして、一旦新座貨物ターミナル駅に入ります。そこで機関車を前後に入れ替えまして進行方向変更、もう一度新秋津を通りまして国立支線、中央線で八王子を目指します。 JR 貨物としては武蔵境までの担当になります。しかし中央線といえば大変多くの営業列車の運行がありますので、日中の時間帯引き渡し作業などはできません。よって八王子駅で時間を潰しまして深夜に回送されます。その後の流れとしましては、現在玉川線で運用されている車両、今回であれば 1247F を帰りがけに牽引をしまして八王子、そしてこちらの新秋津で西武鉄道の方に引き渡しまして、再度 263F が牽引、小手差車両基地の方に戻れば交換が完了という流れです。本当は武蔵境の方でも引き渡し作業、入れ替え作業など見ていきたいところです。しかし深夜に行われますのでホームに立ち入ることはできません。
さらに高架の構造となっているということから、外から一切見えないのが現状です。そろそろ新座貨物ターミナルに向けて出発しそうな感じがあります。この後新秋津駅の方に移動しまして、お見送りをして今回は終了したいと思います。この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。架線柱のようなものが障害となり見づらい状況になっています。前照灯が点灯していますので、もう動くはず。いずれは左側を通過している EF210 型に変わってしまうかと思いますので、これはこれでとても貴重な光景です。ポロッと忘れていました、牽引されている101系もこの先サステナ車両が投入されますと置き換えられてしまいます。この組み合わせ自体もう見ることができなくなってしまいます。まだ動き出していません。ホームの方に急ぎたいと思います。この奥に見えていまして、動き出しますと手前に進行、このポイントを使いまして左に点線、 JR 線にと入ってきます。そのまままっすぐ行ってしまいますと、先ほどの連絡線所沢方面に行ってしまいます。今回初めて点線するところを見れたので良かったかと思います。甲州荘の方は行ってしまいましたので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。